はい工房説の長さです。くさびと書いて説と呼びます。はい、えっ、ー、とー、昨日動画の方を撮って、皆様に今日来ていただける方、見ていただいたと思うんですけども、メールの方が来ていますが、全然返信、ごめんなさい、返せておりません。もうスマホで見るのがやっとです。ちょっとまとめてその質問にお答えしていきたいと思います。まず、場所ですね。 えとリンクの方を貼ってあります。で、ホームページのね、イベント情報の新宿ワープさん、ポチっと押していただくと、ワープさんの情報が出てきて、下の方をスクロールしていただくと、地図が出てくると、出てくると思います。一応、住所、お話しします新宿。新宿区西新宿3丁目4の4です。 なんか地下とかね、そっちに行ったらね、間違ってますよ。はいよろしくお願いします。はいで、来ていただいて、ごめんなさい。えっ、ー、と、今までね、動画さんざん撮ってきてるんですけど、基本的に僕が今、口で喋ってることですね。喋ってるのは税抜き価格でお話ししております。で、まあ、お店のイベントでも、もう僕の個展でも、プラス消費税がかかってくるということをご理解お願いいたします。で、札の方なんですけども、全部税抜きで。 このちっちちゃいい札はね書いてありますます、あ、ょっとなんでかっていうとお店のイベントとかでも税抜きで書いてプラス消費税っていうやり方とかありますのでもうすべてにねあの対応できないもちろんその法律的にこういう札とかそのカードとか表示するときはもう消費税込みでやってくださいということになっておりますがごめんなさい公募説のイベントはそれが今ちょっともう本当にお店ごとで変わるので。 なんとかそこはね皆さんにご理解とご協力をお願いしたいと思います。もう重々お叱りはもう重々分かっておりますが、もう年間数回のイベントです。なんとかそこは皆さんのご理解をご協力を求める次第なんで、なんとかしてください。うん、はいそしてね、えー、っと、これこれ、ペントレーね、お渡しします。まあ、ペントレーもし10 ンでで足りないい。場合、えーと、言ってくださいあの追加でお渡しします。そして、椅子のこっちの方とかスペースがありますもし荷物がねあの、大きい場合はこっちのスペースとか置いてもらってもいいですし、まあ、下に置いてもいい方はここの下でもいいかなという感じです。 でどうしても貴重品とかあ,ってあ,あれだなって見たらカウンターの後ろの方にスタッフいますのでカウンターの後ろのスタッフ2人女性の方と男性の方いらっしゃいますのでどちらかに渡してもらって、えっと、荷物後ろで預かります、はい、僕の荷物が後ろスタッフさ置いてありますけど、はい、そこに一緒に置きますので,でまた会計終わった後に、ね、あのに荷物あれですって言っていただいて取ってくださいお願いします、はい、そして、はい、そうそう あのトレー、ね、を新ケース選ぶとき、両手を使いますのでこうやって置いてください。ゆっくり置いてくださいね。あのこういう角角で置いていただければ、多分商品に当たることはないので傷つきません、はいで。雑に扱うとどうしても傷つきます。もう毎回出てますのですみませんがお気をつけください、新ケースね。 スクア、このリーダーを使わせていただいております、まあ、クレジットカード、電子マネーとあるんですけども、電子マネーですね、交通系のやつ、確か上限が2万円、でそれ以上の場合は現金と併用できますかというお話なんですけども、OK ですあの、2万円マックスで払っていただいて、残り現金とかというのも構いません。はい、あのクレジットカードと現金あの、別々で分けてとか。あの 領収書も切れます。まあ、領収書、まあ、せいぜいあの1つ、まあ、現金の方ですね。はい。どうしても会社さんとかでね、あのプラスあ、えっと、クレジットカードの方でも、領収書欲しいから、一応、レシートは出ます。あのレシートくださいリ言えレシート出しますし、領収書、きっちり書いてくださいということであれば、領収書をご用意しており,おりますので、言っていただければあの、ちゃんと書きます。よろしくお願いします。 えっと、お店のイベントよりも、えっと、来る人数が一応多いことになっております。バタバタしそうです。皆様の,、ね、あのご理解とご協力あればスムーズに回っていくかなと思います。まあ、特に、ね、20分っていう時間、ちょっと短いですが、まあ、ちょっと動画昨日のやつ、まあ、並びに、ね、その前に散々撮ってきました。長い動画、短い動画、いっぱいあります。がっつりやりますあの本当に20分、ね 吟味して見るっていうの難しいぐらいかもしれませんが何卒そちらの方を見てねイベントの方を楽しんでいただければなと思いますではではよろしくお願いします。